かなり雨が強くなってきたな。安尾さん、運転大丈夫ですか？やっぱり変わりましょうか？すごい雨だな。前が見にくいよ。安尾さん、この先気をつけてください。すごい急カーブなので。あれだな、魔のカーブってやつだな。安尾さん、大丈夫ですか？スピード出しすぎじゃないですか？やべえ、やべえ、滑る、滑る、ブレーキが効かねえよ。今回は桜塚やっくんの事故の闇が衝撃的すぎた、事故ではなく他殺と言われている真相とはをお送りします。まずは桜塚やっくんの生い立ちについて見ていきたいと思います。今日はみんなの将来の夢について発表してもらいたいと思います。はじめに斉藤康夫くん。はい、僕の将来の夢は芸能人になることです。なぜなら目立つことが大好きだからです。安尾なら芸能人になれるんじゃねえの？ま、あくまで夢だから本当にテレビに出れるとは思ってないけどね。神奈川県横浜市出身の桜塚也くんは本名は斉藤康夫さんといって、幼少期から目立つことが大好きで、将来の夢は芸能人になりたかったようです。しかしあくまで本人は本気でテレビに出られるとは思っていなかったそうです。先生のクラスの学級委員は誰になりましたか？斉藤康夫です。あいついつもふざけてますけど人気あるんですよね。そうですか。目立つこともいいけど勉強もしっかりやってほしいですね。康夫くんかっこいいよね。そうだよね、告白しちゃおうかな。絶対無理だよ、康夫くんのこと好きな子たくさんいるんだから。このように中学時代はモテモテだったようです。高校は男子校に進学し、体操部や演劇部などで芸能界を目指して挑戦を始めたそうです。18歳の時にはジャニーズジュニアとして活動を開始。よし、今日は夢に見た初舞台だ。年齢を3歳サバを読んで15歳としてバックダンサーをしていたそうです。高校卒業後、日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業した後、芸能事務所に所属しました。斉藤、映画の出演決まったぞ。ありがとうございます。何か役をいただけるんですか？役というかエキストラだな。またエキストラですか？文句言うな、まだまだ修行の身なんだから。はい。くそ、このままこの事務所にいても俺の将来はないな。こんなことをいつまでも続けてられない。俺が本当にやりたいことはなんだ？やっぱり多くの人に笑いを届けることじゃないか。こうなったら俳優の道は諦めてお笑いの道に進もう。こうして人を笑わせることに目覚めたやっくんは俳優の道を断念し、お笑い養成所に所属したそうです。あ、竹内、元気にしてたか？お、安尾か、久しぶりだな。どうだよ調子は。それがさ、事務所辞めたんだよ。え、なんで？お前俳優目指して頑張ってたじゃない。そうなんだけど、現実は思ってた以上に厳しくてさ、それでお笑いの道に進もうかと思ってるんだよ。お前お笑いやってたよな。そうなのか？俺は一応やってるけど鳴かず飛ばずって感じだな。そっか、どうだ、俺と組まないか？え、お前と？こうして1999年に大学時代で同じサークルだった竹内康介さんと暴れヌンチャクというコンビを結成したそうです。もしもし、斉藤さんですか？先日受けていただいた声優のオーディションですが見事合格となりました。え、本当ですか？ありがとうございます。その後お笑いだけでなく声優のオーディションにも合格し、合わせてキャラクター役で歌も披露するなど幅広い活躍を始めました。なあ安尾、俺本格的に声優を本業にしていこうと思ってるんだよ。そっか、お前声優の仕事の方が多いもんな。俺たちもそろそろいい年じゃない？新しい道に進む時なのかなって。そうだな、俺もお前を応援するよ。コンビは一旦解散してお互い頑張っていこうぜ。こうしてお笑いコンビ暴れヌンチャクは解散し、相方の竹内さんは声優の道へ、ヤックンはピン芸人となり桜塚ヤックンの名に改名しました。ピン芸人としてどうしていけばいいかな。お前大丈夫か？突然ピンになって。ピンになることは大丈夫です。でもどうやっていこうか悩んでます。キャラ設定というか、なんというか。お前さ、コンビの時に女装ネタやってたじゃん。あれ結構受けてたんじゃないの？女装ネタありましたね。
先輩もやっぱりそう思いますか？いいよあれ。こうしてヤクンはコンビ時代から受けていた女装ネタで芸人活動のスタートをしました。ヤクン、今度日本テレビで新しいお笑い番組を始めるそうで、女装ネタができる芸人を探してるそうだ。ヤクン、やってみなよ。本当ですか？よろしくお願いします。なんていう番組ですか？エンタの神様っていう番組だって。エンタの神様ですか。このように番組のニーズにぴったりハマり、ヤックンの女装キャラはスケバン京子として大ブレイクしました。さらに2006年には歌手として CD デビューし、2008年には上田ひろみという名前で俳優活動も始めたそうです。そして2010年には音楽番組を通じてビジョメン Z というバンドを結成しました。みんな乗ってるかい？イエーイ。こうして活動の幅を広げたヤックンですが、2011年3月24日に事件を起こしてしまいます。なんだこんな朝早くに。はい、どなたですか？警察の者ですが、斉藤康夫さんですね。署まで同行していただけますか？え、警察？何ですかこんな朝早くに。署で詳しく聞かせていただきますので、署まで同行お願いします。こうして女性に乱暴し、準強姦容疑で書類送検されてしまいました。誤解ですよ。俺はそんな女性に乱暴なことやってないですから。そうは言ってもこういうニュースが流れてしまったのだから、仕事のキャンセルが相次いでるよ。おかしいじゃないですか。完全にはめられてますよ。気持ちはわかるが、この世界は人気商売なんだ。実際にやったかどうかではなく、話題になってしまったことが問題なんだよ。イメージが崩れたらもうダメなんだよ。そんな、わかりました。仕方ないですね。とにかく今いただいた仕事を全力でやり抜くしかないですね。そうだな、この危機を乗り切るしかない。こうしてニュース報道の影響で日本での仕事が激減したヤックンは、活動の舞台を世界に向けていきます。あの報道のおかげでお笑いの仕事はもう厳しいです。残念ながら芸人とは別の道を考えた方がいいな。君はいろんなことができるんだから、いろいろ挑戦してみたらいいじゃないか。今バンド活動が調子いいんで、バンド活動を一から力を入れていこうと思うんです。そうだな、いいじゃないか。まずは日本でしっかりライブをやって、海外でも活動していけたらって思ってるんです。海外。こうして海外のバンド活動としてフランスでライブを行い、大成功を収めたそうです。多彩な活躍をしていたヤックンに不幸が襲います。運転大丈夫か？長くなって、雨も降ってるから安全運転でな。ありがとうございます。今日は朝も早かったからな。東京を出たのが朝の6時くらいだから、もうすぐ8時間くらい経つな。さすがに疲れたんじゃないですか？広島のサービスエリアで休憩しようか。お前ら疲れただろ。俺が運転代わるよ。いや、いいですよ。安尾さん、運転は俺らがやるから大丈夫ですよ。ありがとな。でもチームだからいつも頑張ってもらってるから、たまには俺も運転するよ。そうですか。ではお言葉に甘えさせていただきます。こうして一行はヤックンの運転で中国自動車道を走行。伊勢パーキングエリアを2キロほど過ぎたあたりで事件は起こりました。かなり雨が強くなってきたな。安尾さん、運転大丈夫ですか？やっぱり変わりましょうか？すごい雨だな。前が見にくいよ。安尾さん、この先気をつけてください。すごい急カーブなので。あれだな、魔のカーブってやつだな。安尾さん大丈夫ですか？スピード出しすぎじゃないですか？やべやべ、滑る、ブレーキが効かねえよ。いたたたた、みんな本当にごめん。大丈夫か？いたたたた、やばいですね。痛い、ぶつかったな。ちょっと電話してくる。気をつけてくださいよ。うん、大丈夫だよ。うわ、マネージャー。こうして事故の直後、車から電話をしてくると外に出たマネージャーが外に出た瞬間、通りかかったトラックに跳ね飛ばされてしまい、そのまま後部座席へと飛び込んできました。
にゃあ、マネージャー。同乗していた仲間の証言によると、事故の悲惨な現場はとても言葉で説明できるような状況ではなかったそうです。え、どうしよう、どうしよう。落ち着いてください。後ろからもどんどん車が来ますね。なんとか知らせないと。俺、外に出て知らせるよ。こうして一人のスタッフは車の外に出て、着ていた服を脱ぎ振り回して後ろから来る車に知らせました。事故に気がついた車が止まって発煙筒をもらったそうですが、雨のために発煙筒が消えてしまったそうです。ダメだ、発煙筒が雨でつかない。マネージャー。安さん、ここは警察を呼びましょう。わかった、車に戻るよ。気をつけてくださいよ。うん、わかってる。え、安尾さん。こうして車に戻ろうとしたヤックンは後ろから来た車にはねられ、中央分離帯まで吹き飛ばされてしまいました。ヤックンもそのまま帰らぬ人となっていました。なんでこんなことになってしまったんだ。本当に残念だな。でも君たちの責任じゃないよ。高速で事故を起こしたから車から出ない方が良かったんでしょうか。いや、高速で事故に遭った場合は車から離れるしかない。車はハザードランプをつけてガードレールの外側に避難するしかないんだ。少なくとも絶対に車道に立ち止まってはいけないんだよ。そうですか。僕たちが2人をガードレールの外に誘導していれば。事故でみんなが混乱してしまったことはよくわかるよ。雨が降っている夕方の時間帯でカーブも多くて視界も悪い。運転手も長時間運転で疲れていたのだろう。悪条件が重なった悲劇だな。本当に残念だ。この事故は高速道路のガードレールにぶつかって停止した車から降車した男2人が後ろから来た車に相次いで跳ねられ命を落としたという事故です。なんで被害者の2人は事故の後に道路を横断していたんだ。おそらく混乱していたのではないかと思われます。同乗していた仲間の話ではマネージャーの男が先に車にはねられ、その後さらに後ろから来た車がマネージャーの男に向かってきたため、もう一人の男、斉藤康夫が車を制止しようと前に飛び出したそうです。それで二人目もはねられたってわけか。その通りです。はじめにマネージャーの男を引いた車はトラックで、宮崎県在住の50代の男が運転していました。2人目の男性を引いたのは乗用車で、北九州市在住の50代の職人の男です。男を引いた運転手は2人ともその場に残ったんだな。はい、その通りです。2人とも車を停止させ救助の協力をしています。前方不注意にはなるが、そもそも高速道路に人が歩いているのは想定外となるから、引かれた側にも責任があるな。はい、今回運転していた男は書類送検になりますね。加えて初めに事故を起こした斉藤康夫も書類送検になります。最初の事故でメンバーが怪我を負っていますので、自動車運転過失傷害の容疑で書類送検です。なるほど。しかし斉藤は事故で亡くなっているから不起訴処分となるわけだ。おっしゃる通りです。このようにヤックンが亡くなった一連の出来事は交通事故として処分されることになりました。しかしこれとは別に、実は他の人間から狙われていたのではないかとの噂がささやかれています。実は桜塚ヤックンが交通事故で亡くなったのではなく、他の人間が関与している可能性が浮上しております。実はそうなんです。2013年1月28日に発覚した埼玉県資産家夫婦遺体遺棄事件という事件をご存知でしょうか。詳しく聞かせてください。実はこの事件の犯人に桜塚ヤックンこと斉藤康夫氏の名前が浮上していました。斉藤氏はこの資産家と面識があり、インタビューを受けていたようです。何か特別なつながりがあったのでしょうか。インタビューといっても仕事のオファーを受けたことがあるというものでした。この資産家から気に入られていた斉藤氏は資産家の自宅に呼ばれ、よくネタをすることがあったようです。自宅に呼ばれていたんですか。それはかなり強いつながりですね。斉藤氏は過去に資産家の家で開催された
愛犬家が集まる食事会に呼ばれ、犬を相手にネタをするのが大変だったと証言しています。実はこの埼玉での事件には不思議な点が多くあります。不思議な点とは？この事件では犯人が捕まっているのですが、被害者、加害者ともに隠し資産があるという噂がありました。この噂の出所は加害者が収監されている刑務所で、そこには名だたる裏社会の情報屋もいたそうです。そこから情報が流れたということでしょうか？そのように言われています。情報屋からの話が表の世界に漏れ、隠し資産を探している連中がいることが囁かれていました。つまりそういう連中が斉藤氏を狙ったということでしょうか？これはあくまで噂の範囲です。真相は分かりません。このように一部の週刊誌では、ヤックンは事故で亡くなったのではなく、他人から狙われていた可能性について言及しました。ヤックン自身は資産家が亡くなった事件とのつながりはなかったそうですが、以前に関係を持っていたことで目をつけられてしまったのではないかというものでした。兄貴、あいつですぜ。桜塚ヤックンこと斉藤っていうの。なんだ、本当の女みてえだな。噂では千葉の資産家から巨額の資金を受け取って隠し持ってるって話ですから。なるほどな。親分、この芸人の桜塚ヤックンって野郎が巨額の資金を隠しているらしいんですよ。おう、そうか、わかった。こいつの首取ってこいや。へい、わかりました。そういうことで親分からも首を取ってこいって話だからな。お安いご用です。しばらく奴の様子を見てくれ。わかりました。こうしてよからぬ人たちがヤックンの周囲をうろうろつけまとっていた時期があるそうです。兄貴、奴ら今度バンド活動で東京から熊本まで車で行く計画を立ててるようですぜ。なるほど、長距離になるな。奴らが移動する日は西日本で大雨になる予報です。ここは一つ、奴らの車のタイヤをツルツルのタイヤに取り替えておいて、雨の高速を走らせましょうか。事故に見せかけてあの世行きってことか。さすが兄貴、話が早いですね。こうして事故の報道があった直後から、第三者から狙われていたのではないかとの噂が立ちました。ヤックンはただの交通事故じゃなかったのか？うん、ネットでは事件性があるって話も出回っているよな。普通に考えたら事故が起こったのは偶然だろ。都合よく事故に見せられるようなものではないぜ。第三者がやったとしても確かに手が込みすぎている感じはするけど。それにさ、メンバーは何人か生きてんだよな。たまたま噂につながっただけじゃないの？でも残念だよな。こうして事故についてネットやファンの間で様々な憶測が飛び交いました。さらに噂は事故だけにとどまりませんでした。過去に女性に乱暴して書類送検されたことも、実ははめられたのではないかと言われています。僕のギャラもう少し上がりませんかね？まだうちの事務所の経営も厳しいんだよ。斉藤君もやっと軌道に乗りそうなところなんだから、もう少し頑張ってくれたまえ。いや社長、僕もう限界ですよ。これだけやってちょっとしかギャラが上がらないんだったら事務所を退社させていただきますよ。何？お前誰のおかげでここまで来れたと思ってるんだ。生意気なこと言いやがって。わかりました、じゃあいいです。あいつちょっと売れたくらいでいい気になりやがって。芸能界の怖さを思い知らせてやる。というわけで社長と喧嘩しちゃったからさ、俺もうこの事務所は先が長くないよ。別の事務所に行くことになると思うから今までありがとな。え、斉藤さん、それは恩がある社長に対して失礼じゃないですか？恩？そんなの十分に返してるよ。社長、斉藤さん本気のようです。そうか、わかった。それならこっちにもやりようがある。奴には芸能界の怖さを思い知らせてやろう。ちょっとこっちに来い。え？それはちょっとやりすぎじゃないですか？何を言ってるんだ。この世界はそんなに甘いもんじゃないんだよ。でも、さすがにそこまですることは。もしこれで仕事が全くなくなったら、あいつも気がつくだろう。こうして個人事務所に所属していた当時のヤックンは別の事務所に移動するという話があり、関係者が巧妙に仕組んだハニートラップだったのではないかと言われています。
それにしても今回の交通事故はひどい事故でしたね。本当だな。事故現場の写真を見ても道路に車の破片が飛び散っているし、かなりのスピードを出していただろうな。この事故の写真、新聞に載せてから購読者の間で面白い噂が流れてるんですよ。知ってます？面白い噂。この事故車の写真の中に人が乗っているように見えるとか、前方のバンパーに首のない女の人の顔が見えるとかね。なんだよそれ、まるでこの事故が例の仕業ってことを言いたいのか？事故多発エリアでもあったんで、いろんなのが映り込んだんじゃないかってね。しかしいろんな噂が立つもんだな。俺も昔エンタの神様で見てたよ。桜塚ヤックンのネタ大好きだったぜ。あのフリップネタが良かったな。ヤックンといえばスケバン京子のネタで一躍有名になりましたね。外見だけだとすごく綺麗で本当の女性に見えましたよね。それにしても資産家とのつながりで裏の世界の人間から目をつけられていたなんて全く知らなかったぜ。有名になるって大変だよな。そうですね。あまり不用意にお金持ちの人とつながっていると誰に狙われるかわからないですね。